こんにちは、ワインタレントのゆいです。今日はですね、3種飲み比べブラインドテイスティングをやってみたいと思います。イエイ。いや、私ね、一応ワインエキスパートの資格を持ってるんですよ。はい、でその時にね、すごく訓練をしたので今日は絶対にいけると思います。1番からいきます。あ、いや、照明がね、なんか一つ文句言うとすると、照明がちょっとね、綺麗な黄色なので分かりづらいっていうのもあるんですけど、私は大丈夫です。はい、でも結構色が濃いな。うん、あ、すごい柑橘系のいい香り。え、美味しい。え、美味しいけど分かんない。待ってくださいね、ちょっと。1番です。すごい色も綺麗で、ちょっと日本ワインにしては色が濃いなと思いました。はい、1番目。2番目いきます。乾杯。これもっと1番よりも色濃いですよね。1番よりも色が濃くて、ちょっと緑っぽいのかな。緑っぽいっていうのは若いってことなんですよ。はい、あー、これはね、分かりやすい香りで分かった。このね、柑橘系の中にもちょっと熟した赤のリンゴみたいな匂いがする。うん、蜂蜜みたいな感じもしなくて、おいしい、おいしい。いや、おいしい。ちょっと待って、1番目と、ちょっと待って、全然違う。こっちの方が酸がキリッとしてるんですけども、ほんとこっちはね、熟した蜂蜜みたいな、うん、飲みやすい感じがしますね。ちょっと甘みもあって、分かんなくなってきた。分かんなくなってきた。はい、3番目もいきます。うん、これもね、薄いとはいえ色がついてる感じがします。うん、1番目に似たちょっと柑橘系な香り。うん、うんうんうん、あのね、飲んだことある、これ絶対飲んだことある。うんうん、酸が結構キリッとしてて、食前酒とかにいいかもって思います。わかんない。では行ってみましょう。はい、1番何でしょう。1番シャルドネ。うん、2番、シュナンブラン。2番はシュナンブラン。2番目シュナンブラン。はい、3番目が甲州かなって思うんですけど、この色で甲州はあるのかなってちょっと不安です。うん、それでは、はい、じゃあ行ってみましょうかね。はい、ね、でもね、それ最初思ったんですよ。すべて同じ品種って最初思ったんです、シャルドネ。それでは正解を見ていきましょう。うそー。これでも革命だと思う。めっちゃ美味しいです。全部甲州ってこと？これは当たったよね。だからこの3番だけは甲州って当たりましたね。すごい、全然わかんない、全然わかんないです。はい、今日私がブラインドしたワインをご紹介します。まず一つ目はこちらです。シャトージュン、山梨県シャトージュン甲州2018です。そして2つ目が栃木県の CFA バックヤードワイナリーリングコンポーネントです。
そして3つ目、こちらが山梨県の岩崎醸造パルテ2017でした。